します。はい、お邪魔します。はい、いらっしゃい。食べた？モーカの星食べたんですか？食べたことないか。食べたことない。モーカの星あるんですか？モーカ、はい。あ、じゃあやったー、すごい、モーカの星。これがサメの心臓。モーカザメの心臓。そう、大きいんですよね、モーカザメの心臓。ごま油と塩で。レバ刺しと食べ方は一緒で。一緒一緒。うわー、むすむすって感じ。うまっ。あ、うまっ。あっさりでしょ。あっさり。お肉みたいな。あ、じゃあいいわ。うまいね。うまい。合法レバ刺し。合法レバ刺しだこれ。ポン酢でもいいし、醤油でもいいから、お好みのあれで召し上がってください。はい。ポン酢かけちゃおう。アーリツメです。はい。うわ。うわ、うん。これだけで成立するね。はい、アービツブ。アワビツブ。すごい。ま。いただきます。うわ、すごい。いただきます。うん、やわらか。おいしゃー。豪華。おいしゃー。初めて見たフカヒレのお寿司。フカヒレのお寿司だ。ね、すげえ。めちゃくちゃうまそう。じゃあ、説明をいたしますか。はい。はい、上の段の左から。はい。この辺はウニ漁が終わりましたもんで、北海道のバフンになりますね。バフンウニ、はい、墨はいくらつのは分かるけども、白と赤というやつがありますね、はい、白いやつが半熟イクラ、生のイクラと半熟イクラのミックスです。はい、はい、墨はマダラの白子、はい、はい、下に下がってホッキがありますね。はい、ホッキはこの辺で取れないか、北海道さん地元のホタテ、墨はわあ、うん、ホタテだ、うん、白豚、はい、ひかひれ、はい、これ和と中華の味付けで調理してますから、そのまま召し上がってください、はい、ならば一番最初に食べた方が食感があります、はい、うん、時間が経つと柔らかくなってきます、はい、今日のマグロは塩釜産の本マグロ、霜降り大トロです。はい、次は気仙沼の水揚げですごく脂が乗ってるところなんです。メカの腹の部分、メカトロ、メカトロ、はい、ロボットみたい、はい以上です。ありがとうございます、はい、ごゆっくりとどうぞ。いただきます。どうぞ。すげえ、かっこいい。いただきます。いただきます。すごい、フカヒレです。うん、うん、柔らかい。カヒレとこんなに柔らかい。もっとゴリゴリしてる。ね、なんかコリコリのものかと思ってた。うん、溶けてなくなった。溶け、確かに。お吸い物の出汁になってさ。あー、ホッキ貝。うん。うんうん、うん。ホッキ貝ってどんな形のやつだっけ？これ。これなんだ。イモグナウヤってあんまり大きくないんだよね。160くらいでしょ。霜降り山行った行った。我慢できずにショートケーキのイチゴみたいな感じで残して、やば、気づいたら脂っこいのばっかりになってた。痛風スペシャルだ。美味しいの食べたか、幸せになるわ。痛風スペシャル第1弾、大好物。うん、食べちゃった。うまっ。俺ウニちゃんと食べたことないんだよな。初めて見た。初めて見たウニなんて。いただきます。うんうんうん、食べやすいっすね。苦いのとかないよ。苦いのとかなんか磯っぽいのとか、うん、結構食べてきたんですけど、これか本物は。食べてきた。これが本物だ。回転寿司用だから明板っていうのが入ってて、それを見ないのよ。あ、そうなんですね。変な、うん、ですぎじゃん。あれなんか保存効かすためみたいな感じ、うん、溶けちゃうから。あ、溶けちゃうんだ、このまま行ってたら。あ、やっぱ現地で取れて、その日現地で食べるのが生まれ、美味しい。メカトロ、メカジキのトロ、うまっ。うん、なんだこりゃ。カジキってこんな美味しいんだ。腹の部分で、ああ、こんな脂乗ってるんだ。大トロです。最高。もうなくなった。うん、もういない。
ってまた、貼ってまた。大トレレベルの方が嬉しそうだね。うわクジラベーコン、ベーコンすごいね。クジラ食べたことないかも。昔給食に出たって噂ですよ。うん、塩で食べるんだ。塩で食べる。牛タン2枚食い。肉魚じゃなくて牛肉。牛肉なんだ。クジラって言ってたのに。お肉みたいですよ、本当に。なんかいただきます。うん、もうベーコンだ。チャーハン作りたい。クジラチャーハン。うまい。シューマイとかでもうまそうだ。ああ、うまそう、うまそう。食感がいいですもんね。柔らかい。黒切り。赤切り。赤切り。芋です。高さ8メーターぐらい。めちゃくちゃ重いやつを、交代状態でバランスで持って。いいですか？お、お。石渡社長。あ、これはもうあのロゴプレートなしバージョンなんです。そうそうそう。シンプルザベストで作らせていただきます。めっちゃでかいやつじゃん。あ、そうそうそう。そうっす。200キロオーバーの。200キロオーバー。いや、もっと。いや、嬉しいな。それ使ってないけど。嬉しい。いや、嬉しいな。いやー。コシカでしょ？コシカ。ね。はい。The next day。はい、こちらはシャークミュージアム。はい、でかい。さすがサメの町、博物館があるんだ。サメの、ここでサメの勉強しましょう。はい、おかえりモネの舞台な。おかえりモネは NHK の連続ドラマ小説、これが気仙沼のゆるキャラホヤボーヤ。ホヤボーヤ、俺たちが泊まったホテルにもいたね。ホヤボーヤ、頭がホヤなの。ソードはサンマソードだ。サンマソード持ってる。あ、ほんとだほんとだ。ホタテベルトと。ホヤボーヤかわいいな。で、マントはサメのマント。サメ側。そう、サメ側マント。すごい、高級に持ってた。ホヤボーヤ、いいとこのボーヤだ。で、好きな乗り物はサメだから。ほんとだ、好きな乗り物サメって。好きな乗り物サメ。でもサメもまんざらじゃないな、なんか。そう、沖縄でサメ側の商品を作ってる。あ、知ってます？あ、知ってるって。名人。あ、マジですか？すごい。サメ好きなの。あ、サメ好き。そう。嬉しい。すごい、こんなにいっぱいいるんだ、サメって。サメは今多分400種類ぐらいじゃない？あ、500種類か。500？ うん。交尾をする珍しい魚。あ、そうなんだ。みんなしないんだ。だからサメって魚辺に交わるってこと。あー、だからか。そう。一回はお土産屋さんみたいなんだよね。そうそう。あ、すげえ。今イカだね。おお。あ、ヤリイカ。うん。ヤリイカうめえんだよな。あ、ここでペットフード。あ、本当だ。お、石原さんのペットフード。海のペット。サメ軟骨スティック。で、これがジャーキー。かわいいですね、これ入れ物。あ、ふりかけいいですね。使いやすそう。ペットフードで混ぜるっていう。そうそう。サメの軟骨とお肉そうします。これも作れるよ、沖縄の。小さめステーキってどこの部分ですか？青ザメの肉。肉なんだ。ホヤボヤがいっぱいいる。かわいいな。やば、ホヤボヤ買おう。ホヤボヤ買います。ホヤボヤのノートもある。なんかホヤボヤ買ったらいっぱい補助券もらいました。シャークミュージアムの補助券も合わせて2回抽選会ができて1等1万円がもらえるって。はい、あー、あ、はい、ありがとうございました。シャークミュージアム勉強になりましたね。勉強だ。はい、ほやぼやもたくさん買えて満足です。、はい、これからですね、あの石渡さんのペット部門、海のペットに行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで着きました。はい、海のペットですね、こちら。ダ、はい、ーン、おしゃれ。え、これ工場です。これ工場です。こんなおしゃれな工場あるんだ、この世に。かわいいですね、ロゴが。石渡さんが、あ、そうなんだ。ヒロトっていう。ヒロト、ヒロトなんだこれ。16歳。結構おじいちゃんだ、ヒロト。でもサメと共に一緒に健康になりましょうっていう意味を込めて、サメの上にワンちゃんを作ってる。何県でしたっけ？千葉県。千葉県で、ね、人名とちょっといとこみたいな感じだね。販売機でも。あ、本当だ。サメフレークもあるんだ。うん。おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。斉藤です。よろしくお願いします。金田と申します。すみません、ちょっと忘れちゃった。斉藤さん、よろしくお願いします。はい、
めちゃくちゃおしゃれな名刺ですね。本当だ。俺もこういう風にしよう。あ、で今テーブルに置かれてるのが、え、俺黒い袋ないですかってめっちゃ言ってたのさ。はい。だから前に進まんかったけど、ずっと。コジュさんこれ探してくれて。そうした。付けられたのがね、このタイプだけだったんですよ。ああ。ちょっと窓が少し曇ってるタイプのしかやっぱこの黒ってのがあって、はい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 。それがどうなのかなっていうところだけが私引っかかってるんですよ。ああ、なるほど。うん、あの透明性のあるそういう窓のやつかな。そうっすよね、うん。これが初代ですよね。初代というか最初のやつ。そうそう。うん、まあどっちもどっちも良さはあるっすよね。中身見える。そうですね、こっちはね、かっこよくタフカっぽいっていうか、そう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 、うん、横にサンプル置けば問題解決、問題解決、うん、売る場所で、でこのサイズとこのサイズ両どっちかって、あ、これかこれか、どっちもかっこいいね。で縦の方がなんか取り出しやすいから、もしかしたらめっちゃ嬉しい。これが那覇のヘッドボックスさんで置かれる予定なの、予定、はい、自分のサイトでも、あ、ネットでも販売できる、ネットでも、お店でも、はい、販売します。はい、わかりました。楽しみですね。まあ、市松さんが今切ってくれてますね。イメージこうなるんじゃないかっていう。あ、かっこいい、あ、かっこいい、かっこいいんじゃないですか。あ、いいいいいい、めっちゃいい。なんかペットフードじゃないみたいな。確かに、なんか可愛さはないですね、もう全く。沖縄産産肉 100% 作り手のメールさんでしょ。これをちっちゃくしたけど上にした方がいいかな。でもなんかこれまたいでもかっこいいよね。なんかそのまままたいでもかっこいいし、うん、違う店で、あ、だったらこれの方がいいのかな。あ、これサイズを小さくして、はい、でも知らない人のために、あの念のため説明しておくとですね、このサメジャーキーはですね、ユーマがあの石垣とかあの沖縄でさばいたイタチザメの肉を気仙沼の石渡商店さんの方に送らせてもらって、うん、そこの技術で加工してもらって犬が食べれるジャーキーで、これ人も食べれるんだよ実際、うん、食べれます。何でしたっけ、ヒューマングレードって言うんでしょ。そうで、人間も食べれるぐらいの美味しいジャーキーになってます。これがね、横にあったら、ね、あ、そうですね、ゴールドと黒金みたいな感じでかっこいい、うん、やばあー、そんな感じでいい。あ、これにしようかな。あ、それの方がいいかもしれないね。あの見えるし、うんうんうん、一応は窓も大きいしね、うん、でこうサメ肉も大きいし、うんうん、あ、なんかその方がいいかもね。こちらにします。いいですか。はい、わかりました。お願いします、はい、よろしくお願いします。小泉さん、あ、すいません、決まりました、パッケージ。小泉長、はい、こちらでお願いします。あ、あ、もうあれですね、シール貼るとで、ステッカーをこれ今作ってたやつの 80% に今コピーで縮小かけたんで、こんな感じのイメージでいきましょう。はい、お願いします、はい、じゃあ出来次第送るで、はい、まあ資材の仕入れもある、はい、うん、資材はそんなかがめるもんですけど、時間は、うん、物の長身の方でね、うん、うーん、なるべく急ぎます。お願いします、はい、ありがとうございます。うわ、楽しみですね。初回何本ぐらい欲しいんですかね。そうですね、最低は100、うん、沖縄だからあんまり少ないとちょっとね、運賃ももったいないから、うん、あ、そっか、そうそうそう、1回に送れる運賃でマックス、まあ、うん、500ぐらいですか。そうっすね、300から500ぐらいじゃん、うん、お願いします。多分ほぼ自分の犬が食べると思うんですけどまさかの自腹購入この動画が出る頃には、うん、もう販売してるかもしれないんで、ちょっとあの詳しくは概要欄に何か分かるように貼っときます。はい、はい、お願いします。いや、めっちゃ嬉しかった。こっちに入ってきてますか、この黒いパックが。工場長のサプライズでしたじゃあドッグランも見ます。はい、はい、うわ、すごい、ドッグランがあるんですか。ドッグラン、うわー、すごい。この敷地内にあるってことですか。ドッグラン、はい、ドッグランもこの工場の隣です。工場の隣なんだ、すごい。僕ホヤボーヤ、チャンネル登録よろしくね。うわっ、うお、黒一応ワンちゃんはここから歩いて、おお、はいはい、ワンちゃんも工場見学できるように。わあ、すごい、本当だ。おお。わあ、広。すげえ。今ね、冬だから芝がちょっと茶色くなっちゃってるけど、夏はもう緑で。すげえ。うわ、ジンベめちゃくちゃ着たいだろうな。全犬が今いいなって思ってます。この動画この動画見て。この動画見て。行けーで。夏はテント立てて日よけの場所作って。はい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 。で、これ何ですか、このおしゃれのバスみたいな。これはワンちゃんとね、飼い主が両方休憩できる休憩所。へえー、休憩所がおしゃれだ。夏とか冬ね、暑かったり寒かったりするんで、なんか。エアコンも入ってるんで、うわー、すごい、うわー、
え、これもともと車だったんですか？もともとはキャンピングカー。あ、キャンピングカー。キャンピングカーっていうかトレーラーだね。あ、そうかそうか、そういうことか。どっから持ってきたんでしたっけ？ロサンゼルス。ロサンゼルスから持ってきたんだこれ。すごい。お、なんか本当だ、なんかそういうのがついてる。うん、私のやつ。モニターシステム。1981年の車だね。あ、で、見て、ダイキン。あ、一緒だ。白のエアコン。みんなやっぱこれ持ってんだ、おしゃれな男は。違う違う、これはね、近所さんのところに遊び行った時に、あ、こんな細いエアコンあるんだと思って、はい、頭に入れといて。あ、マジですか？そう。あ、で、色違いがあって。そうそうそう、嬉しい嬉しい。やっぱできる男のエアコンはダイキンみたいですよ、ね、案件じゃないですよ。でワンちゃんも入れるんですもん、ね、ここに。すごい。ペット防災カレンダー。一応ね、ここがペットフードも作ってるし、こういう場所もあるし、貯水タンクもあるから、はい、なんか災害起きた時にワンちゃんゼロの人たちが来たら一時避難所にできるように。登録してて。そこまであ登録してあるんですね。そうそうそう、もうそういうあれに、うん、すごい。あ、本当は避難で、これも関係してる。そう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 、ペットフード作ってるんでね、あの、うん、在庫があるから、うん、なんかあった時はそれ。しかも人も食べれますもんね。そうそうそう、人も食べれる。うわ、これ犬飼ってる人めちゃくちゃ幸せになれる施設だ、ここ。俺犬飼ってないのに分かるもん。俺に必要なのあと犬だけ。めっちゃかっこいい。やば、かっこいいね。カフーカもドッグラン。ドッグラン作りたいな。夢ですね、夢。あ、カフーカドッグランいいね。シワ袋ジンベエめっちゃ威張ってるはず。先輩風吹かしてちょっと一回犬の気持ちになって走ってきますね。おお、いけるか。よしよしよし。はあ、はあ、箱もかっこいい。これ US フェンス。何フェンスっていうの？ US フェンス。 US フェンス、かっこいい。囲いがかっこいいっつって。おっす、おっす。この工場全部上ソーラーパネル、こっちもあっちも乗ってて、日中は全部この工場の電気はソーラーで。すごっ。車も電気自動車があるので、あれが蓄電池代わりで余計なやつはちょっと貯めて、はい、曇ったら車から工場に電気が入る。え、すごい。車と連動してるんだ。そう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 、勉強になります。あ、ステッカープレゼント。あ、プレゼント。こんなものなんですけど。あ、ステッカーになります。あ、ステッカーの人なんですね。ありがとうございます。いいんですか？なんか名刺のデザインがいいねっていうのも聞こえてきまして。あ、顔には自信ないんですけども。あ、すごいサメ持ってる。ありがとうございます、頂戴します。小野寺さん、本当だ。小野寺さん、小野寺さんだ。サメ持ってる。超激レアステッカー。あ、本当だ、キラキラ。キラキラはレアですよ、皆さん。当たり。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ペットのステッカー。ありがとうございます。いやー、嬉しい。ありがとうございます。これ部屋に貼ろう。こういう方向ですね。あ、そうですね、これから。私の方向なので。あ、そうなんですね。気をつけて行ってきます。はい、じゃあちょっと行ってきます。はい、ありがとうございます。はい、2日にわたって石渡商店さんにお邪魔しましたが、はい、どうでしたか？楽しかったです。楽しかったです。すごいですね。沖縄でさばいたサメが、うん、こんな寒いところまで来て、うん、いろんな技術でいろんなものに生まれ変わっているっていうのがまた再確認できて、なんか知っていたつもりだったんですけど、うん、実際に見るとやっぱ面白いですね。そうです、私たちも愛情込めて作ります。ありがとうございます。気仙沼の愛がこもってます、はい、カグーカの商品には。というわけでですね、気仙沼の動画最高だったぜという方はですね、はい、チャンネル登録とせーのグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。散歩行くか。うん。どうする。どうする。決めていいよ。決めていい。行きましょう。